バシキール航空のつまいなす154バシキール航空はかつてロシアウファにあるウファ空港の敷地内に本社を置いていた航空会社ウファ発着の地方航空路線幹線路線及びヨーロッパアジア北アメリカへのチャーター便を運航していた同社は1991年に設立され2007年に生産されたバシキール航空は当初 アエロフロートの部門として設立され、かつてはサマーラに本社を置くアエロボルガの一部であった。解散時、同社は1513人の従業員を抱えていた。2006年、ロシアの安全機関フトアにより、同社の免許が取り消された。同社がイランで、つマイナス1541機の検査を行い、フトアが安全法を満たし営業を再開できると判断すれば、 2006年11月に営業を再開する予定であった。バシキール航空2937便、バシキール航空2937便は、ロシアモスクワ発スペインバルセロナ行きのチャーター便であった。同期は、ドイツ南部を飛行中に、ドイツスイス国境付近のユーバーリンゲイン上空で、イタリアベルガモ発ベルギーブリュッセル行きの、 DHL アビエーションのボーイング757と衝突した。この衝突事故でボーイング757に登場していた乗員2人とツポレフ機に登場していた乗客、乗員69人全員が死亡した。ツポレフ機の乗客の大半は地元のユネスコ団体が主催した休暇でバシコルトスタン共和国からスペインのコスタドラダへ向かっていたロシア人児童であった。 ありがとうございます。